どうも。ねえねえ、さやねえとコラボしようと思ったのに全然やり方分かってくれへんねんけど。なんで？え、ニコちゃんのマークんとこ押すだけやんな。ただいま。全然やってくれへんやん。寂しいわ。え、やり方間違えてんのかな。ほんまフォローしろやっていうか。めちゃくちゃな、機械音痴やな。え、このさ、リクエスト送るだけじゃないの？違うん？てか、リクエスト送ったらリストを見るっていうの出てくるやんな。それの中に貼るはずやねんけど。ちょっと、どうやったらできんの？みんなあれうまいことどうやってやってんの？の、送ってみたら？だって私のライブ配信しながらは送られへんやろ？私は合ってる？やんな。サヤネがポンコツなだけやんな。分かってなかった？ちょっと理解する前に時間かかりそうやからまたいつかもやるわ。たまたまさ、ライブ配信やってる時間一緒やったからさ、やろうと思ったりさ。なんなぁ？もう一回リクエスト送ったってくれ。もう一回送ったら分かるかな。絶対分からんやろ。ほらほらさやねえ、もう普通に配信してるよ。もうまあいいわ、なんでも。え、来るって？マジ？わかるか？やり方。結構苦戦されて。来るかもって言ってる？なんでみんなその2個配信見れんの？すごいな。さやか来るって。ちょっと待って、ちゃんとチェックしとくわ。どっちがお姉さん？私の方が3つ下です。さやかちゃんは3つ上です。さやかたん来るよ。え、嘘。あ、来た来た。これを追加する。あ、あ、あ、いけたで、いけたっぽいで、いけたっぽい、いけたっぽい。できた。できた。やっとできた。全然できへんやん。いや、なんかさ、うん、全然できへんくってさ、めっちゃ困っててんか、うん、なんかファンの人がさ、うん、なんでできへんのみたいな感じでさ、うん、どんどんみんな怖くなってんけど。おもろ。優しくして。お久しぶり。おひさん。おひさん元気？あ、元気。前髪切ったん？前髪めっちゃな、短いね。私伸びたわ。ほんまやな、伸ばしてんな。やっぱやめたら伸ばせるん？全然伸ばせんで。なんでか分かるねん、その理由。なんで？いや、もうあの、うん。なんていうの？聞いた時に切ってくれる人がいないから。あー、なるほど。前髪はもう美容室行って切ってもらうか。あー、そっか。しかないから。そっか。だから？そう。伸ばせる。なるほどね。あ、そうなんだ。NMB 辞めたら前髪伸ばせんねや。全然伸ばせんで。それ理由では辞めへんけど。羨ましいけどな、すぐ切ってもらえんの。まあそれはそうやな。でもこれは美容院で切った。いいや。ま、うん、ちょっとさっきポニーテールしてたから髪の毛今変やね。全然。ま、元気？元気。なんかまたさ、なんかさ、うん、何、お人形さんみたいな服着てんな。これ、うん、肩幅でっかもやね。なんかおったな、そんな人。でもザラやで、これ。
え、そうなん、かわいい。うん、最近ザラハマってんの。え、前髪の 発音やって。前髪、前髪やんな。前髪か、前髪、前髪。これはこの話、この前夜中かなこともやったわ。インスタライブ変なのかな、前髪。前髪って変やねんな。カップルの会話盗み見してるみたい。どこがこんなんなん、カップルの会話って。かわいいな。もっとラブラブしてるやろ、知らんけど。前髪って言われて。すごい、1万5000円にも見てくれてる。すごい、ありがとうございます。すごいな。いや、マジで。え、ザラ撤退しちゃうよねって。ほんまそれ。え、ザラも、ザラじゃなくない、これ、フォーエバーやんな。その後になんか、なんかもあったよな。あ、それはちゃうか。クレアーズやわ。クレアーズ撤退すんの、やで。マジで、うん。NMB の衣装困るやん。クレアーズでいっぱい買ってるやん。ナピアス。そうやで。知らんかったんけど。え、嘘やん。衣装室行ったらクレアーズのタグめっちゃあんで。え、それは衝撃の事実やねんけど。マジで、マジすぐマジで。クレアーズのピアスめっちゃ買ってるやん、衣装さん。知らんかった。やで、なんか切ない。っていうことは NMB の衣装の買う場所が1個減るってことやん。え、ほんまや、やばいやん。あるやん、衣装さん。クレアーズな。でもちっちゃい時憧れやったよな。いや、もうほんまクレアーズしか行かんかったやんな。な。アクセサリー屋さんなんて。ほんまやで。だって一番売ってんねんもん。どんどんなくなるな。な。もうザラだけやん。ほんまやで。でもザラはな、トレンドがすぐ変えるからな。そうなんや。いっぱいコメント来てる。意外に親近感。これこの前な。うん。見てるとこ違うな。バイヤーやんって。神インスタライブ、嬉しい。イェーイ。ご飯行かなあかんな。お前で。な。忙しい？めっちゃ。ちょっと落ち着いた？でも、予定な。なあ、みんなもう、なんかなくなっちゃってな。じゃあな、私もフェス延期になっちゃったから。そうやな。うん、決まってないんや、延期。あ、ゆりはんがヤッホーやって。おい、すごい。え、これ2人以上はできひんの？できひんのか。できてよ。できひんのか。え、スノー、ね、スノーちゃんは LINE とかやったらできるやんな。できるの。なんか LINE でやってたもんの、プライベートで。いつもやってたいじりとか。やってた、やってた。え、ゆりはんめっちゃコメントくれてる。ゆりはん。ゆりはんさっきまで一緒やって。あ、そうなんや。あ、うん。M ステ？さっきまで M ステやった。あー、そう、なるほどね。チラッとだけ見たわ。うま、え、なんかめっちゃ可愛い衣装じゃなかった？あ、そう、ベージュのめっちゃ可愛い、ね、あの衣装。いや、すごいわ。さっきぶりって、さっきぶり、いや。M ステ見てたよ、こんにちは。公開ライン通話、ほんまそんな感じ。ほんまそんな感じ。もろ、何も同じ場所いるでしょ。いないよ。いいんで、全然。どういうこと？全然いいんで。同じ場所いいんでやったら画面2つに分ける意味やろ。お、いいリップ使ってますね。知ってます？このリップ。いいリップ使ってますね。いいんですよ。いいリップ。新色もらった？いや、まだアイシャドウやで。あ、もらってない。もらってない？あれ、事務所じゃないの？使ってくれた。あ、ほんま？渡すわ。マジで、マジでさ、コスメも買ってないねんか。うん。マジで買わへんくなった？マジで買わへんくなった。メイクしてもらうか。そうそうそう、フルメイクしてもらってるからっていうのもあるけど。そうなんや。そう、新役なんか、見るたび顔違うもんな。前はさ、決まってたやん、さやねんのメイク。ちっちゃいで、だってもう変えられへんもん、自分で自分の顔メイクで。そうやんな。難しいよ、なんでも。いやいや、おもろい。シンプルな感想。いやはおもろい。お、ゆいはんリクエストすればコラボ配信できるわって。え、ちょっとリクエスト送ってみて。ゆいはん、リクエストの仕方わかるかな。いや、さっきまでわからんかったくせに。私は未だに分かってないから。結局解決はしてないね。そうやね、私の方来てやってるだけやな。いつ覚えたんそんなん。え、なんか、え、前から気になっててん。なんかやったことなかったんけど、うん、なんかコラボって出てくんなと思っててんな。すごいな。どうやるんってほら。なんかさ、一回さ、うん、あの配信出るやんか。で入った時になんかリクエスト送るみたいなコメント欄に出てくんねん。そうなんや。そう、それで送ったら
リクエストどうやるん？ほら一回配信出て入った時にコメント欄になんかリクエスト送るっていうなんかタグが出てくるからそれ押したらできた。私はできてなかったけどさやねが受け入れくれなかったから受け入れ方でもなんかそんなさ時差なく会話できんねんな、すごいな。なあすごいな。なあ、したやって。そうで、どうやって受け入れるん？私の番やんな次。あ、でも私ニコちゃんマークこのこれしかないで。何それ？このつくやつ。マジでね。わん。二人しかできんねんって言えば、やっぱ二人しかできんらしい。え、さっきの人は嘘なのか？三人で多分できないよやって。なんや。嘘つかんとてな。三人はできひんって。じゃあ、ゆいはんとはコメント欄で。一緒にしたかったな。なんか、それな、もっと人数増えたらもっといいな、じゃあな。なあ。お前、もっと増えたらいいのにな。増えそうじゃない？そんな世界のインスタグラム、それぐらいできるやろ、もう。じゃあ、見とくやって。ありがとう。やった。ガーンって言う人、久々に聞いた。しょうがやな。ガーン。3人は無理じゃけど、俺合わせて4人ならいける。絶対嘘やん。どちら様？誰やねん。誰やねん。3分割狭すぎる。全員顎だけ。いかやねんけど。今、令和、どういうこと？今、昭和って言ったからやろ？え？ニーハンのコメント面白い。見るも一緒やった？あ、見るも一緒やった。そうだね。うん。相変わらず面白かったけど。いつもな、変わらんな。変わらん。この前急にな、見るあかりの鼻くそやったら食べれんでってやってきた。だな。マジ汚い。食べていらん。言われてる。なんて言った？食べていらんって言った。うん、逆にこっちが嫌やな。食べていらんわって言った。私のやったらどうかな。わからん、聞いとくな今度。大抵のはどうってか。この間もさツアー来てくれたけどさ、うんうん、全然そんな感じじゃないねやっぱ、うん、私。あ、そうなん。え、そうやねん。さやねんって緊張するらしい。あ、何年一緒におってんって感じやった。忘れやんな。てかそワンワン言ってたで。え、ワンワンっていう私の友達YouTuber うん、が見に行ってたツアー。マジで？うん、 NHK ホール。マジで、ね、そう、普通になんか行ってて、なんか多分あのマネージャーさんがさ、うん、あの一緒やねん、元 NMB のマネージャーさんやね。そうなんや。でも事務所全然違う。全然違う、全然違う。へえー、そうなんや。それで行ったらしい。マジか、うん、一緒に行けばよかったかな。ゆいはんも行きたかったーってねえ。みんな大変だ、ほんまに。行っといたよかった。あの時忙しいっしょ。いや、そんな。私も暇になっちゃったから。そうやなぁ。え、ちょっと、うつになってこへん。テンション、なんか、やんでこへん。そんなに？あ、まあな。何、ムードがな。そう。なんかさ、これのために頑張るみたいなのがなくなっちゃったからさ。うんうん、そうやなぁ。そう。せやねん。まあ、いつまで続くって感じやな。今やで。最近何が楽しい？何が楽しい？うん。ご飯ちゃんと食べてる？うん。うん。うん。あ、用事イコールお風呂。どういうこと？あ、お風呂行ってくるよってこと？あ、ちょっと用事してくるやって。用事イコールお風呂。じゃあ最初からお風呂行ってくるって言えばいいやん。え、ちゃんもろゆいはーん。ゆいはん面白い。面白いな。ゆいはんな、ゆいはんなんか痩せたな。いや、めっちゃ痩せてん。痩せたよな、大丈夫？ジム行ってるって言ってた。すげー、偉いな、うん、あとなんか、うん、そう、博多座ぐらいからめっちゃ痩せてたの、11月舞台。偉いな、ほんまさ、うん、一旦やめて、うんうん、一旦8キロぐらい増えた。8キロ8キロ、うん、8キロも増えた。増えてん。まあその、卒業時が、
まあ、ガリガリやったもんな。ガリガリやったっていうのもあるから、うん、そこから考えてっていうのもあるけど、うん、8キロ太って。マジ？うん、でもその時のやつ見たら、パンパンやから、うん、そのパンパンの自分の写真見て、うん、やばいって。ああ、なるほどね。もうそれ見て。うん。なるほどね。ほんま怖いわ。まあでも驚くなるもんな。私も最近公園出てないから、なんか、食べたら太るもん。でもやっぱさ、毎日のようにさ、うん、終日仕事してたらさ、そのサイクルでさ、うん、そんなには太らへんかったりとかするやん。まあ、そうやな。うん。フルパーだしさ、うん。踊らんし、筋肉も。曲作りとかしてたらな、こもりっぱなしやもんな。そう、ずっと座ってるしな。せやな。で、私も一日 YouTube のことやってたらそんなんで。たまにさ、うん、階段とか降りるときさ、膝痛ない、うん、それはない。ないそんなんないわ。わかんないな。それはない一旦乗ったからマジで。え、嘘や。おじいちゃんとおばあちゃんの気持ちがわかった。いやいや、そんな膝痛くなりたくない。ちゃんと動いとかなって。動いとかなくあんな。まあでも、な、動いてない全く。まあ、リハとかツアーとか始まれば、うん。通りを行くけど、普段もさ、もう移動も車やん、うん、あ、そっか。なんか自分の足で歩くって。確かに。そっか。わかる。でもなんかエスカレーターとか使っちゃうもんな。ほんまな、てか階段使うようにしてるけどな、階段使う。で、膝痛くなってんの？膝痛いね。なんだよそれ、ま、いや今笑ってるけどね。まあ私はでも3つ下やから年が。今年 20?24 になる。4か。え ?24 でやめた卒業。うん、5。25か。うん、24か、まだ。でもそう考えたら見るってまだ22やねんで。で今年23。まだ大学生の年やで。24に見えへんで。ほんま？うん。まさに見える？もうマイナス2ぐらいでもいけると思う。え珍しいな。ほんま？うん。あ、でもどうやろう、最近は結構若く見られるけど、人によるな。髪の毛さ、うん、黒くなかった最近。あ、そう、めっちゃ真っ黒にしてて、そっから反動で次ブリーチしてん、初めて。あ、そうなんや。うん。でも落ちまくってる、これ。でも1週間しか撮ってないね。あ、ブリーチすると一緒にもんな。うん。でも楽しんでる、これを。ほんま、それな。楽しいよな。え、なんかもっと早くすればよかったって思った。なんか中途半端な色ばっか染めて。な。こういう。案外変わらんもんな。あんま、うん。なんか、逆に、なんかブリーチしてしまったから、傷んだあかんなと思って、めっちゃちゃんとケアしてるから、なんか今の方が綺麗。一回さ、うん。半分した。あ、やってたよな。そう。うん、半分だけめっちゃ死んだで。感はってやっぱそう、うん、一部だけっていうのは切れるやっぱ、うん、そこだけがさどんどん切れ毛するから。なるほどね。どうかするなら前頭した方がいいなって。あ、この前三谷もあったで。あ、ご飯行ってたよな。あ、そう、三谷が焼き鳥食べたいって言ってたからそのまま LINE したやな。そうで誘おうと思ってんやんか、うん、でもあのラジオやったから無理やってなって。そうなんや。そうなんす。で、占いとかしてもらっててんで、その時。占い。占い？うん。何見てもらったん？え、なんか仕事とか見てもらった、普通に。まあ、真面目。うん、仕事ばっか見てもらった。でもな、全部な、もう大変やねん、結果。これはまあ、でも配信では言われへん。また別で言うわ。また別で言うわ。え、なんか、あれ、うん、教えてもらったりとかしていったん？もう調べて。ノリで、うん、あの、アポロンさん。アポロンさん、うん、っていう、あの、吉本の芸人さん。占い師さんない。そう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 。見てくださって、そう。いっぱいいるな。いやでー。見てもらいたいな。最近、ヨギボー買ってん。まあ、ごめんな。ヨギボーはもうあかんで。でも、これほんまにあかんで。毎日ここで寝落ち。あかんわ、それは。うん、こう斜めに寝るからな、全部むくみ下に行くねん。うわー、うん、顔も嫌やけど下も嫌やな。でも顔はいつもシュってなってる起きた。足首パンパンやけど。いやいや、足パンパンも。ほんま、私もソファーを変えてからソファーで寝ちゃうからさ。あー、やっちゃうな。あかんわ。わかる。ベッドまで行く気力がもう。なあ、あかんで、ほんまに。うん、
ちゃんと寝な。せやな。寝落ちはさやかちゃんの専門やんってコメント来てる。減ってんけどな、それでも。嘘。だいぶ減ったよ。マジ？うん。寝落ちのプロやもんな。ほんまに。趣味のように寝落ちしてるもんな。テスト。よくそれでやってたな、逆に。いや、確かに。疲れも取れへんのにな。な。余計自分で自分を苦しめてるやん。ほんまそれやで。だけどさ、うん、眠い時に寝るのって一番幸せじゃん。一番幸せやな。その後の罪悪感というか、まあ、なんていうの、な、自己嫌悪に陥るような。ほんまに。顔カピカピやし、次の日メイク乗らんし。ほんまそれ。ね。もうやめなあかんで。うん、わかるわ。もう30とかに帰ってくるからな。絶対帰ってくんねんね、ま、それ。やで。27歳ってすごくない？すごいな、大人やん。なあ。27歳ってなんか憧れの年齢やねんけど。マジなんで？なんか27、28、29、30。この4年をめっちゃ充実させた女性になりたいって思う。まあ確かにな、うん。30代、40代、全然なんか綺麗もんな。うん。うん、みんな。な。ねえ。不思議。な、自分が27歳になると思わんかったで。え、なるやろ。ずっと19やと思ってた。まあでもわかる。なんか結局さ、入った時で止まってる。私も14歳の感じで。ほんまに、うん、あ、そっかって感じ。まあでもこれからやつな、全然。でも確かにちょっと 30代とか楽しみ。え、楽しみやんな。なんか、え、なんか今日さ、なあちゃんと言ってたんやけど、アイドル卒業したらやっぱ第二の人生って感じ。そうでもない。まあでも、うん、どうやろうな。まあ卒業時が一番そう思ってるかも。あー、意外と卒業してみたら、して、うん、した後の生活が始まってみると、うん、やっぱそれのことに、うん、なんか全集中してるから。あー、そっか。あんまりそういう気分ではないかなって感じ。まあでもめっちゃ時間はできるやろ。できる、自分の時間ができるよな。そうやな、自分の時間しかないもんな。そうなのよ、それが斬新な時もあるけどな、うん、あー、そっか。まあ確かに一人やもんな。たまにほんまなんか、え、全然人に会ってないみたいな。人と私もあるで、たまに。まあ今はまだメンバーに会うときあるけど、うん、でも一人の仕事ばっかだったら、あ、会ってないってなる。なんか不意に孤独感じるな。ほんでな、その会ってない日々が続いた後のリハーサルとかな、めっちゃ喋っちゃうね、はずはず。マジ？めっちゃ喋っちゃうね、メンバーに。絶対もう私と喋りたいと思ってないやろっていう人にも喋っちゃうね。そんな人おらんよ。あくりさんめっちゃ喋られるなと思われてんやろな。どうでもないんじゃん。飲まれてないんかな。手振りがお互いやしな。いやー、でももう私逆になんか気まずかったで。嘘。そう、なんか、うん、全然そう、なんか一人で曲作ってリリースとかしてて、うん、なんか久しぶりにみんなに会うときは、うん、気まずくて、みんなはさ、いつも通りの感じでさ、うん、なんかこう喋ってるやん、うん、少人数ずつとかでさ、うんうん、そこに入っていきにくいのよ。ああ、そうなんや。そう、へえ。逆に、まあ、私、あ、まあ、いい意味でも悪い意味でも空気あんま読まれへんからさ。結構大丈夫なんかもしれん。え、そんな読まなあかんの、空気ないやろ。え、でもな、なんかさ、いつもさ、あのレッスン上のさ、うん、あのレッスンのとこと、あとみんなが着替えてるとこと、で、結構さ、先輩メンバーとかたまりがちなさ、あの、と、わしあるやん。あの、間のところ。あるやん。あそこ、間のところあるやんか。あそこの間のところにみんな荷物置いて、ご飯とか食べてみんなで喋ってたやん、いつも。やのに、この前、そこにおる人全員卒業したから、私一人だけやって。そうなんや。そう。あそこに。荷物置いて、誰も来れへんかってん、そこに。マジ？うん。あそこにしかおらんかってんけど。え、やろ？あそこにもみんなでおったやん。うん。もう、なんか、アイリーとかさ、うん。それこそ、ナルとか、せやな。ミタとかもそうやし、まあ、リカちゃんとかも古い人で言ったらさ、そうやけどさ、誰もおらんくて。そうなん？うん。びっくりした。いらんやんじゃん。え、もう、もうどうしよう。誰も繰り上がってけえへんねんけど。使ったやんのにな。なあ。繰り上がってこいや。先輩メンバー怖いって言われてんで。いや、怖くないって。ほんまやで。全然みんな仲良しやんな。仲いいはず。ほんまに。仲いいはず。え？会話無念で。そやな。
こっちは仲いいと思ってるけど、向こうはどう思ったか分からない。あ、分かりきれへんところはあるけどな。せやで。ライブみたいな。ライブだからそれもな、分からへんもんな。ないよな。できんやろ。4月。あう。うん。そう、私のフェスと2日連続やってんけど。あ、まあ、でもそっちはまだ延期も中止も発表してないし、やる方向で動いてるけど。マジ？うん。フェスだけか。フェスだけ、とりあえず。まあ、私のが結構なんかその、体験ブースとか出す予定やったから。あ、それがさ、無理やからさ。俺ら。あ、するみんな。あ、出ないよ。嘘。りょうちゃんも会えへん？りょうちゃん？うん。りょうちゃん私会ってへんの。かなこにめっちゃ会うで。そうやな。YouTube とかよく撮ってるな。そうそうそう。かなこめっちゃ会う。かなこも会ってないな。ほんま？意外と事務所も会わへんよな。うん、そうなんや。うん。事務所あんま行かんからな。あ、そっか。うん。いろいろ口に入れるやんって言われてんで。え、何プレたっけ他に。さっきさ、うん、なんか喉カスカスとかさ、うん、えって言われたから喉飴食べた。あ、なるほどね。うん。何食べたんってめっちゃみんな気にしてる。なる。喉飴よ。いっぱいコメントが。グミ。リカちゃんも会おうって言って会われへんかったこの前。だって東京あんもんな。うん。ななちゃんか。ななちゃんこの前会ったで。マジ？あの大阪の方のレッスン場の入り口のところに、うん、なんかななちゃんが壁カレンダーのイベントの時に来てて、うん、なんか多分メイクしてたのな事務所で。あ、なるほどね。ね、なんかあ ちっちゃい人いるなと思って、なんかあれずっとななちゃんやと思って、ななちゃんって呼んで遠くから、ほんなら、うん、あかりって。もう2年じゃったその音。何してるなって標準語喋ってきた。久しぶりに聞いたな、マネする人。標準語喋ってきて、何してるのって、あ、そうなのって言ってた。でな、で、あ、そうやね、今、みんなで、何で撮影してんってなんかな、オフィシャル撮影かなんかやって、生写真かなんか撮影してて、うん、撮影してんね、みたいな。言って、あ、そうだ、みんなおるって言われたけど、多分奈々ちゃん知ってる子らって言った。誰にも合わさへんかっていうか。でもな、上行ったらな、結構ゆうちゃんとかな、うーかとか割と先輩メンバーおった。まあ、おっちゃばってなった。似てるやって。やった。奈々ちゃんって何年も経ってもいじられておもろいやな。すごいよな、ほんま。うん、羨ましいわ。あんなにいじられて、すごいな、ほんまに。な。変わらんな声もな、ほんまに。いやすごいよな、一期生集まろうやん。まあ な一回したいな。山田もやってないからな。ミルキーはなんかラルフの撮影で会った私。会ってないな、みんなとツコミで会ってないな。そう、会った瞬間リップちゃうまいって言われた。ミルキーやなーと思って、でもちゃんと持ってて、あるだろうもっとなんか言われるやろなと思ってミルキーの分持って歩いてたからいいねんけど。そう、面白いな。みんなやっぱ根本は変わらへんねんな。変わらんやろ、うん、むしろなんかずっと一緒におったからそんなになんか気づかんかったけど、うん、いざ離れてみたらやっぱ濃いみたいな、うん、いや変なやつばっかりやった、うん、な変なやつしかおらんな。あ、ななちゃんこの間インスタライブでネギ切ってたよ。ななちゃん、あ、ご飯誰かと食べとって、うん、誰とご飯食べとって、かなこか、誰かとご飯食べとって、で、ななちゃんがインスタライブ始めて、インスタ開いた瞬間に、で、あ、ななちゃんインスタライブしてるわと思って見たら、うん、すっぴんで、でこんなんピカーンってさせてネギ切ってた。ほんま変やな。変やな、ほんまに面白いな、すっぴんでネギ切ってるやんってコメントして。何を作ろうとしてたやろ、何が面白いの言ってた。面白さしかないやろ。一番変なやつやで、あれが。一番やな。餃子作ってたんかな、あれ。餃子好きやな。なんか、女出してたわ。ネギ切って。すっぴんでネギ切って女出してた。女出してたわって言われるのめっちゃ恥ずいんだけど。女出してた、あれは。恥ずいわ。なんちゃん、面白い。女出してるわって言われるように気ぃつけよう。じゃあ、なんか最近、かなことな。うん。女出してるっていうワードにハマっててな。恥ずいねんけど。
これは女出してるなって。みんな出てるような女な。うん、女出てるよな、たまに。卒業したらそう、女出んねんな。うん、わかる。やっぱアイドルでさ、仕草が女やからな。うん、そうやな。うん、でみんななんか大人になってな、いい感じな。うん。うん、女なんねんな。なるほどな。まあでもな、いいものが身についたよな、ちゃんと可愛らしく生きるっていう。そうやな。女の子らしく生きるっていうのがちゃんと。確かにな。うん。なんか一番出してるやろ。そうやねん。でもね、私のな、昔の YouTube と今の YouTube 見比べたら全然女の出方違うで、昔めっちゃ女出してる。ああ、今はナチュラルやんな。うん、うん、そうそうそう。昔がそうじゃなかったっていうよりかは。うん。まあまあ、歳もあると思うけど。歳やと思う。歳やね、うん。なあ、歳やんな、うん。絶対年齢やと思う。なあ。さやねえは6個、あかりんはメルヘン。メルヘンではないやろ。メルヘンではないやろ。可愛いけどメルヘンではない。別にメルヘン。うん。さやかちゃん、もうさっきリクエストわからんかったとき、もうで女出てたよ。女出してたって。女出してた。幼児が出てるけどさ。幼児出ちゃってるけど、あんまり女は出てない。うん。明日ブランチ見たら笑いそう。笑うやろ。ペネネギ切ってた女が出てくるから。ななちゃんに会いたくなってきた。会うよ。うん、絶対会わへんねんけど。嘘。私も一番会ってなくて。絶対だってさ、うん、お互い声かけるタイプじゃないから、お互い。確かに。確かに、確かに。絶対会わへん。今度さ、マジ集めるだけ集めてみ。集めてみてよ、どっかで。いいよ、どこ集める？東京？うん、東京の方が集まるやろ。かな、まあ、うん、みんな東京にいるか。かなこも意外とそういうのちゃんとやってくるからな。かなこに言おう。そうやな。うん。かなこが結構一番誰とでもつながってる気がする。すごいな。うん。で、しっかりしてるしな。しっかりしてる。お前やりたいな。の。誰が来るやろ。一気って。カンチル来るかな、カンチル。あ、カンナ何してるカンナモデルかなんかしてない？あ、そうなんや。してると、うん、カンチル。あ、でも春菜はな、遠いからな。春菜はな、難しいやろ。遠いしな。マーチュンがよくなんか、インスタとかでコメントくれる。あ、そう、思った。うん、の、うん、マーチュンも会えるよな、多分な。マーチュンもすぐ会える。ケイちゃんも会える。うん、あ、情にしな。うん。ケイちゃん会ったもん、この前。急に誘った来てくれた、うんうん、確かに全然なんかいろんな人と会ってるイメージだしな。なお誰が難しい、まあ、みんな大阪にいる子もいるもんな。アイナ大阪やろ。うん、ももかは絶対来ないと思う。ももかな。でもアイリちゃんの卒コン来てくれたからな。そうやな。うん、一回来るかな。いや、どうやろう。なあ、 リーちゃんに会いたいな。大丈夫あの子。どうなってんの今。分からん。卒婚するか問題児。でも卒婚の時にさ、なんかだいぶ落ち着いてなかった？そう？分からんけど。どうなんやろな。うん、でも集まったらまた出そうやな、ちょっとな。あ、確かに。かな。ヒステリーちゃん。リーちゃんの朝今。リーちゃんと人同い年。え？うん。そうなんや。うん。リーちゃんと、かなこと、ももかと、あと誰や、アーニャン。へぇー。あと、すごいな、その世代。すごいよな。うん、あんまなんか。他の木で言ったら、ふーちゃんとか、リリカとかまで。なぎさも。え？同い？うん、全部同い年。え？なぎさと分かる同い年？そうやで。あ、そうやったんや。うん。全然同い年に思えへんけど、あの人。なぁ。ほんまに。いや、うん、まあ、七井さん4期やもんな。あ、さえちゃんも同い年か。そっか、すごい、うん、強っ。そやね。濃いね。すごいな。バラバラやな。うん、うん、成人式気持ち悪って思ったもん。へぇ、おもろそうな。そうそう。なこの前さ、うん、バラエティでさ、何やったっけ、うん、音が出たら負けっていうやつ出てんか。出た出た、うん、そう、芸人の時のさ、あの、新井さん。がプロデューサーやって、呼んでくれ、そう、懐かしかった。あ、
芸人とか懐かしいな。お前で一番神経使ったよな、あの番組が。ほんまな、うん、しかも朝から夜までやってやん、何本撮りとかで。でさ、コントじゃあのコントっていうかね、コントか、コントのとこもあって、お芝居シーンちゃんとあってからの大喜利やったからさ。あ、ほんまそれ、あんなにお笑いに対して届いたことないからな。ないよな、音にも先にもな。でもそれを見てコジリンがナンバーイ公演で大喜利やりたいって言ってくれて、大喜利コーナーあるんで。そうなんや、うん、まあおもろいもんな。うん、もうでも、うん、そんな物ボケしろとか言われてもできひんと思う。できひん。いや、できるってあなたは。やるやん、やるやん、めちゃくちゃ前のめりで。みんなより一歩出てやるやん。そんなんやったか今まで。そんなんやで。聞いてた方やと思ってたわ。いや、そんなことないで。芸人のななちゃん滑り笑いな。あの番組でナンバーがアイドルか分からなくなった。止まった。あ、といけた。うん、アイドルなんかなと思ったよな。ほんまに、あんなんする人おらんで、ほんまにな。あ、懐かしい。さんまさん来てくださったよな。いや、ほんま考えたらすごいよな。いや、すごいよな。だってさ、MC 後藤さんでさ、ドリフトボラワさんでさ、後藤さんに私らめちゃくちゃしばかれてさ。めちゃくちゃ豪華やな。なあ。しかもさ、なんか、特会みたいなんでさ、いろんな芸人さんも来てくれてたやんか、うん、サンドイッチ。来てくれてた。なあ。すごいな。ウーマンさんとか。すごいな。やば。恵まれてんな。え、それでやったらさ、10番勝負さ、あったやん、一番最初のツアーの。え、ナオミさんやったよな、初回ゲスト。そうやったな。うん、一緒に会いたかった。踊ったよな。踊ったよな。うん、すごくない？うん、吉本のパワーめっちゃ動いてるやん。ほんまそれやで、ほんまそれ。なあ、すげえ。でもそれでやったかまいたちさんなんて今もう大スターやん。ほんまに、ほんまに、すごいよな。嬉しいわ、言うとった。この前、なんかちょっとさ、うん、頑張らなあかんなって思わされるとこと、うん、あ、すごいなーってなんかもう、わかるわかる。ちょっとなんかな、切ないというか、うん、そう。え、この前陣内さんに会ってさ、そう、でもなんかエモかったわ。喋った？めっちゃ喋った。いろいろ話も聞いてくれたし、元祖やな。の、あの風船のやつの話した。このドッキングだ。そう、ほんまあれおもろかったな。あれマジでおもろかったよな。え、放送されへんかったけどさ、うん、先生が見本見してくれて、バーン当てた。そう、私らがなかなか入られへんから、あの風船に、あの知ってる人しか分からへんと思うけど、うん、風船の中のに入るやつでこう飛んでやるみたいな、うん、飛んで何障害物みたいな競争みたいなな、やるみたいな感じやってんけど、その先生が私らがなかなか入られへんのを見て、僕は見本を見せますって言って見せてくれてんけど、先生焦りすぎて風船割れて全然見なかったよな。出てきた瞬間こんなんなったと思う。あったようなポーズ。そう、でもあれのケンコバさんとさ、トムケンさんとジンネさん3人でさ、スタジオでやってたやつがな、一番面白かったよな。まあ、芸人さんってすごいな、とさ。な、あんな笑ってくれると思わへんかったわ、言った。結構でもコメント分かってるくれてるで。分かってくれてるな。だよって。シルベでマシュマロ食べたやつな。いい、懐かしいな。すごいな、10年。10年前とかや。やっぱない。高校生、高校生さやね。高校生やったね、私。マジ？マジってなよ。マジ？私が高校生やったら悪いか。うん。すげえ。高校生の時期が。じゃあ、じゃあ私中学生よ。そうかな？何やねん。中学生って。難しい。ふーちゃんが見てる境。ふーちゃんが見てる境。あったな。りほちゃんのお化け屋敷もやばかったな。ああ、すごかったな、あれもな。天才やったな、あれは。
黒髪ロングのそやねえね。伸ばせへんなあ、しばらくは。いや、私はショートヘアも昔から。ありがとう。楽やだからな、うん、やっぱショートやっちゃうとな。やめたら切ってなってずっと言ってたもん。言ってたから、うん、すぐ切ったな、うん、私は一生ロングやろな、絶対切ることない。もうこっちが髪の毛 右がたとえこう燃やしてもロングでいると思う。初めて毛先が燃え尽きてもロングでいると。一旦切ろう。一旦切ろう。ナギーチの学力テストやばかったな。え、フットさんのやつ。そう、中の思いの卵。山だな。うん、まあ、これな。おもろいな、みんな。焼かせてソーセージ。あー、なんやっけ、あれ占いのやつ違うか。え、なんか方言で告白するやつやろ。あ、2種類やったよな。占いでこうやってやってさ、明日もいい、なんか明日もいい日になりますようにって、なんか寝るやつとパジャマで紹介して。で、あとその告白のやつやんな。方言のやつ全然覚えてないやん。私は、ね、でもなんかアイナのやつがやばかったのがだけ覚えてた。アイナのやつやばかったやんな。一時期ずっと言っとったのに忘れてた。あれやん。だって何弁やったかも忘れたけど。富山とかやった気がする。そっち系。なったっけな。だっけずーみたいな。あ、ずっと好きなんだっけずーだ。あ、だから、ずーっと目から。好きなんだっけずーや。よく覚えてるな。あったな。え、でも、アキナさんやんな、焼かせてソーセージ。な。和牛さんとかも出てたよな。おったな。すごい、今や大スターやで。あ、すげえな。懐かしい。エモ。え、それこそさ、ドッキングのさ、初回から2回目かなんかのゲスト、松坂翼さんでさ。え？そう。そんなことあったっけ？翼ちゃんやって。そう。で、そんなことあったっけ？そうやね。で、今さ、うちの私、翼ちゃんと仲良くしてもらってるからさ。うん、でも、行ったの覚えてる？ NMB の番組って言ってた頃も。あったなぁ、あったわ。うん。チークもらったくない？ん？チークもらったくない？そうだな。うん。そうだな。そうだな。気持ち喋り方。そうだな、あ、すごいで、めっちゃ喋るやんって。喋るよな、喋るよな。あかりのせいでおっちゃんなのにキャンメイク東京とか覚えてしまった責任を取ってくれ。キャンメイク東京覚えてんねや。キャンメイク東京までなかなか言わんな。なあ、私らもキャンメイク東京やったなって今なったよな。キャンメイクって言うもんな。キャンメイクやな。キャリーちゃんも来てたっけ。え、嘘、来てた気がするな。もう忘れちゃったけど。来てたっけ。ミルが泣いてたやって。来てたの。すげえ。すごいな。スター姫はもう。富士山に登る、あ、行ってないですもんね。そんな代わり一人で踊りました。いや、でもほんまにしんどかった。バンジージャンプ、うん、おもろかった。もうないでな、うん、アーカイブ残してって来てるけど、どうする、残す、うちもよ。じゃあ残り期間限定で。ミルルのおもろい話ないんで。ミルルのおもろい話めっちゃあるけどな。昔なんか、うん、どっかで話したと思うんだけど、テレビかなんかで、うん、ミルと新幹線の隣の席やって、うん、で私がゆで卵食べようと思って、うん、机かどっかで多分コンコンってやったの、割るのに、うんうん、でどこでやってるって言われて、うん、ここにやるとこないやんみたいな、うん、パーでやるやんみたいな。ってやんのみたいな、こうやってやんのだわ、こうやって言って向きでもやねんみたいな。ミラー頭でもあんで、やばいな。割りできない一番やばいよな、ミルが。ミルがほんまに私一番やばいと思う。一番頭やばいと思う。なかなかにやばい。いっぱいいるけど。うん、あの一番マジで無人と言って生きていけるタイプはミルやと。あ、確かに全体生きていけると思う、うん、生きていけると思う。この辺のものは食べれるやるし、うん、泳げるし、だって体調はあんま崩さんくない。強いな、強い強い。強い強い。うん。
なんか大丈夫やんな、なんでも。うん、大丈夫やと思う。心配なし。知恵が足りないぐらいかな。そうやな。そうやな。そこだけあれば。頭のいい人と見るがいけば、怖いもんなし。今や役割分担できて大変。あ、最近。渚とか全然見るの方がやばい。やばいな。うん、渚は、あの、そうけど。渚は、まあ、アホやけど、なんか、うん、ふわっとしたアホな感じやんか。そうね。うん。天然さんって感じ。うん。見るは、ほんまに、もうちょっとやっぱ違う生き方が。やばいやつ。うん。野生的。うん。うまいで。みるるん、両手で鼻くそほじるんでしょ。せやで。そうなん？せやで。そうやな。なんなん、見るって綺麗なイメージちゃんとあるんかな。ほんまないような綺麗なイメージ、うんうん、でも握手会とか言ったらめっちゃアイドルやん。ん？握手会とか言ったらめっちゃアイドルやん。ほんまで？うん、みんなどういう、どっちのさ、なんか頭ごちごちゃならへんのかな、信じられへんのかな、やっぱり。でもまあまあいじってるやろ、みんな。うん、いじってるいじってる。ほんまに。握手会はなっていう、見る見るっていうアカウントの人が言ってる。みんな周知の事実なんや、これ。同じシャツずっと着てるから。そうやで、みんな知ってんねや、それ。いや、だって自撮りそればっか載せるからバレてきてんねんって。あ、そういうことか。そうやで、まあ、5日間ぐらい同じ服着てたよな。そうやで、靴下裏返して履いたらいいらしい。ってことはそれパンツもやってるな。やってんな。はあ、でもめっちゃ見るな、うん、荷物は多いねんで。多いな、そんなことになんのって感じじゃない？3泊やのに靴5足持ってきてんねんね。そうよな。確かにな。ほんま可愛くてよかったな。うん、顔面めっちゃ可愛いからな。ミルルの可愛いとこは。ちょ、考えな。ミルは何回、可愛い。可愛いからな、確かに。妹みたいな感じ。マイポーズやからな。そうそうそう。スレッド感だ。え、で、まあ、誰か最年長？ん？今最年長誰？最年長？あんたんか？ああ、そっか、20。うん。4とか。うん。あんたん、私の2つ上やから、25。6。6の代、次。そうなんや。で、その次にあやてぃんがいて。おぉ。で、私らの代。じゃまだいるな。うん。お姉さん組は。意外とな。まあ、でもやで。なんか、まあ、4期までと、うん、それ以降、うん、で、なんか分けたら、4期までで16人おらんかった。うん。まあ、てなったっすなって感じ。うん。とか、なんか、公演とかも N で、なんか、星空のミステイクってさ、こう、うん、左右から出てくるやんか、みんな。で、走ってこうやって走ってやんか。私のいる方、私最後やから、いつもさ、マーク開けてあげてんねんな、みんなが出れるように。うん、みんな顔見たら全員さ、ドラさん以降でさ。いや、まあ、そうやな。すごーって思った。何これって。なあ、ほんま。もうすぐ真っさらになるぐらいな。うん。何人？50何人かな。誰も少ないもんな、50人台って。うん、もう7期オーディション中やから。あ、そっか。楽しみや。うん。もうかぶりもしない。そうやんな。そっか、6期まではかぶってんのか。うん、バリバリ見てたからな。そうやんな。そやね、アイドルだったら懐かしい。そう、でももう、年もだって1年ちょっとやんな。そうね、1年、11時。うん ?4 ヶ月も、うん、うん。でもなんか、そんなめっちゃ叩くような感じもするけど、あんまり立ってない感じもする。そうやな、でもほんますぐやなって感じやな。うん。あっという間やな。なんか、うん、ほんま、1年前にアイドルしてたと思われへんみたいな、よく言われへんけど、うん、うん、
この間もなるのさ、うんうん、卒業公演で劇場でさ、うん、歌った時にさ、うん、劇場が似合わなすぎて、うん、こんなにも変わるもんかねって。嘘。うん、そうなんや。まあ、衣装も全然違うっていうのもあると思うけどな。まあそうか、 OG 感出てた。うん、めっちゃ出てた、うん、そうなんや。あ、明日ちょうど夢逃げのリバイバル公演やるらしい。リバイバルやんの？うん、なんか多分今劇場もさ、お客さん入らへんからさ、入らへんとか入れられへんからさ、そうそう、無観客やから配信でやるらしい。見ようかな。見よう見よう。なな、メンバーアップされてる？されてる。うん、明日でも私は仕事の時間。そうな、私も微妙やけど、の残るか。でも残るんちゃう？ DMM 見よ。劇場ライブハウスに変える能力。なんてなんて。劇場ライブハウスに変える能力。すごい感動。とも卒業公演ライブハウスに変えてきた。そうそう。変えてない変えてない。確かに。でもそう思ったらアイドルって儚いな。もうだってアイドル知ってるとかも見られへんわけや。素晴らしく尊いお仕事だと思うなあ。うん、そうやんな、すごいな。夢逃げめっちゃむずいやん。忙しいな結構な、うん、やっぱ秋田の振り付けがな。うん、一回この前フルでさコンサートやってんけどさ、うん、めちゃくちゃ難しかったし、めちゃくちゃしんどかったわ。しかも、もう朝10時からの公演やってん。え？ライブが。なんか3公演、TGC やってんけど、3公演で10時でリカワリカワやって、その10時の時は NMB のライブやって、うん、でも、もうキンキンなわけよ、あの TGC の裏も。そうやな。コンクリートの近くとか。寒いからさ、その寒いってなりながら舞台出ても寒くて、うん、なんかあのマラソンの感じ、持久走の感じあるよ。ずっと走ってるけど、あの疲れ方した。あの心臓がキューって痛くなる。大変しんどいな。うん、変な感じだった。夢逃げ最高な、みんな大好きあきら先生。それな、なあきら好き。あきら先生、私も会ってないわ全然。会ってないな。うん、元気かね。元気なじゃん。まあな、うん、変わってないけどな。うん、やっぱアキラはアキラやな。俺たちのアキラ。うん、俺たちのアキラ。あ、そうそう、その時インコジリンが頑張ろうっていう、うん、いうパターンのやつやって。ああ、見たわそれ。そうそうそう。うん、エモかったな。キャメロンもな。キャメロン見てないな。そうなんや。劇場行かんか。うん、あんま行ってない、私。もう全然行ってないかも。行ったなって感じやんな。動線は死んでも守ればいいアキラやって。なんてなんて。動線は死んでも守ればいいアキラやって。死んでも守れ。名言やな。なあ。でもほんまその通り。いやまあ、なんだよ。なんでさ、どうせできひんねんみたいな時あるからな。わかるわかる。なあ。でもな、16人が交差してる時とかな。大変やんな。一列になって。なあ。しかも劇場ってやっぱ割と狭いよな。うん。うん、そうね。うん。NMB はな。なあ。他の名言ある？ナンバーアイのな、振り付けの時が一番なんか熱苦しかったよな。だったな。うん。熱なるよな。熱なるよな。なんかでも大丈夫かな、この人って感じ。あの頃からさ、なんか、闇みたいないっぱい文字が書かれたさ、セットアップ着るようになったよ。そう。あの服気になってたな、いつもな。うん。いや、海とかな。そうそう。大丈夫かなと思ってたけど、大丈夫そうやわ。元気元気。あの蛍光の指出る手袋するのアキラぐらい。あ、
うどんは。レナこの前な、うん、何やっけ、展示会行ったらばったり会った。へえ、うん、おんねや。細長かったわ。相変わらず。相変わらず。でも甘髪姫。甘髪姫の前のとこの、サビ前のとこの移動やばい。あー、よく見てるな。そうな。うん。確かにやばいよな。やばいやばい。うん、あれもいい。あ、移動な。うん。よく見てるな、そんな。ありがたいな。ありがたいな。すごっ。順調のニキビの話してやつ。あれが一番面白くて。もうほんまに面白かった、あれ。ほんま、今やからこそ笑えるけどって感じやな。うん。うん。泣きそうやったわ。痛かった？なんか痛かったのもあるし、うん、なんかさ、うん、もうあの時期ってさ、うん、今忙しかったさ、なんか MV もさ結構なんていうの、うん、長い間撮ったりとかしてね、だよね、早くて夜遅くてみたいな、うん、でなんか疲れてるのもあって、うん、でまさかシールと間違えてニキビをむしられるとは思わへんから、うんうん、なんてやんみたいな。みたいな、なんかもう泣きそうな感じ。わからへんもん。早くか。込み上げた？なんてやん。いや、わからへん。今やったら絶対怒らへんことに対して怒ってたよな。そうね。やっぱそれだけ余裕がないって感じやんな。うん、うん。でもやっぱ今思っても、うん、毎日お弁当が、うん、ご飯とでっかい卵焼きしか乗ってない時期あったよな。だなぁ、あったなぁ。あの時代はやっぱおかしいよな。まあでも今考えたらもうそんなんばっかやんな。うん、はるなだけあれ喜んでた。はるなはあの卵焼きずっと食べとったけど。卵焼き美味しいけどな。うん、美味しかったんやけどな。今思えば美味しい卵焼きやったけど、もう 何週間もそれが続いた時はママに相談したもん。お弁当がな、毎日卵焼きやねんって。偏りがすごいよな。タンパク質だけしっかり通してもらって野菜は全くなく、タンパク質と炭水化物な。あったよ、そんなことも。なんか厳しい青春やったな。うん、でもだからさ、なんか今何起きてもって感じ。うん、全然強い。動じないよ。な、動じんよな。いや、あったよ。サヤネがさ、うん、ニーツのさ、うん、MV の時にさ、うん、あの、ケータリング置いてたのに捨てられてさ、いや、泣くくね。めちゃくちゃ泣いて、もうみんな、そわそわそわ。泣く、だってなんで置いてたのに捨てるかねって。ずっと水着やから食べるの我慢してさ、やっと食べるって。やっとのご飯やのに捨てられて。帰りのフェリーめっちゃ泣いたな。そうそう、無人島から帰る。いい思い出。前で。あったなぁ。みんなでも意外とそういう事件知ってるよな。ね、覚えてくれてるんだね。うん、この時期は知ってる人が意外に多いってことがなんか嬉しい。なあ。へえ。近っぽいエピソード？近っぽいよ、みんな知ってるの？近っぽいエピソード。近重さんはなん、何やろ。うん。近重さんがさ、いつもさ、うん、私がのやってるユニット曲、椅子使うねんけどさ、うん、その椅子運んでくれんねやんか、うん、その曲始まる前に。そう。で、まあ、できてんねんけど、いつも、あの、その椅子に、その幕のところが引っかかって、うん、0番ぐらいまで一回幕閉まんねん。持ってかれんの。そう。無駄にそうなんかやめてほしい。やって。やってそうやけど、そういうの。うん、そうやね。そんなばっかり。毎日毎回頑張れ学んで。毎日絶滅黒髪聞いてます。嬉しいな。すごいな。ありがとうございます。いいな。運ぶのも一番近くよ。劇場の女神ですからね。